皆様大変お待たせいたしました。本日2023年10月22日、この後午後、4時20分からですね、キックオフとなります、ブルズフットボールクラブ対ハリケーンズの日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2023年秋季公式戦の模様をこちら X3 公式 YouTube にて配信してまいります。本日もよろしくお願いいたします。本日はですね、実況は私月曜からのパーニと、そして解説には、月曜からアメフトですね、ヤマピーに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのね、昨日まで IBM で試合がありましたけどもね、はい、ちょっと結構前半はどうなるかっていうような展開のゲームでしたが、はい、はい、今日は X1 から、わざわざ来ていただきました。今日はね、午前中が練習があったということですが、さあ早速フィールドの模様を見たいんですが、ちょっとねカメラをお待ちくださいね。この後からつなぐとね、ちょっと一瞬ダメになっちゃうんですけど、はい、大丈夫ですね。はい、この後開始予定になっておりますは、このブルズフットボールクラブ対ハリケーンズのゲームです。そして、スターティングメンバーからまずご紹介させていただきます。はい、まずは奥ブルズのスターティングメンバーからご紹介させていただきます。ブルズフットボールクラブのオフェンスからの、スターティングメンバー、オフェンスライン50番長山哲平選手、オフェンスライン52番小俣雄大選手、応援サイン51番前場正樹選手、応援サイン73番木月祐介選手、応援サイン55番田中秀重選手、ワイドレシーバー19番円谷望選手、ワイドレシーバー83番加藤翔太選手、ワイドレシーバー18番坂本純喜選手、ワイドレシーバー80番大西優斗選手、ランニングバック28番川島光平選手、クォーターバック15番綾康友選手、パンター59番鹿智樹選手。ディフェンスのスターティングメンバーご紹介いたします。ディフェンスライン91番吉岡拓也選手、ディフェンスライン90番吉原伊吹選手、ディフェンスライン99番山下大成選手、ディフェンスライン81番坪井太郎選手、ラインバッカー26番中川祐希選手、ラインバッカー92番増田純平選手、ラインバッカー47番小黒光平選手、ディフェンスバック3番筑西流星選手、ディフェンスバック11番池田哲夫選手、ディフェンスバック8番渡辺啓太選手、ディフェンスバック9番堀圭介選手、キッカー54番高橋直也選手。続いて、白のユニフォームですね、もうちょっと試合前の整列が始まっておりますが、ハリケーンズの、スターティングメンバーをご紹介させていただきます。オフェンスライン77番沖山優希選手、オフェンスライン58番片桐弘人選手、オフェンスライン74番大塚道久選手、オフェンスライン56番今井匠選手、オフェンスライン72番石井圭里選手、クォーターバック10番赤崎明選手、ランニーバック22番藤野光一郎選手、ランニーバック5番神山健太選手、ワイドレシーバー13番金子英介選手、ワイドレシーバー1番福田レオン選手、ワイドレシーバー3番岩崎聖太郎選手。続きましてディフェンスのスターティングメンバーです。ディフェンスライン90番向笠正文選手、ディフェンスライン79番布施徹選手、ディフェンスライン61番和田勝選手、ディフェンスライン66番堀地良二選手、ラインバッカー15番伊古仁選手、ラインバッカー45番鈴江優也選手、ラインバッカー35番大津裕太選手、ディフェンスバック28番田中良幸選手、ディフェンスバック17番塚部壮太選手、ディフェンスバック25番越川翔太郎選手、ディフェンスバック6番藤原誠選手。以上が、スターティングメンバーとなります。本日もよろしくお願いしますね。あの、先ほどもう今場内アナウンスを行われているね、の下でやられてるんですけど、石川さんからはバタバタだけど今日も楽しくフットボールというねコメントをいただいておりますが、ぜひチャット欄の方でですね、チームの応援、チームの応援、選手の応援をよろしくお願いいたします。誹謗中傷等なきをよろしくお願いいたします。さあどうですか、久々にこの X の解説、いつぶり。そうですね、1年ぶりぐらいですかね。あ、1年ぶりぐらいですね、はい、まあせっかくなんでね、この LINE マンからの目線で、はい、解説いただければと思います。はい、で現在 X2、イーストですねの中ではブルズフットボールクラブが、まあ、唯一の全勝チームで、対するハリケーンズが、まあ、1勝1敗、実は1試合ですね、ゼロファイターズとの試合が台風の関係で1試合飛んでしまってる、まあ、延期になってるので無効試合ではないので延期なので、まあ、実際3試合あるんですけども1勝1敗で3勝してるのがブルズフットボールクラブと。
でブルーズフットボールクラブからすれば全部落とすことなく全勝すれば当然昇格なんですけども、ブルーズ的には実は一番ここを警戒しているとのことで、というのも、まあ、スプリングボールトーナメント春の試合では、準決勝で6対3とかなり際どいゲームで、なんとかブルーズが勝利しているという現状なので、果たしてどういう展開になるのかというところですが、ハリケーンズが今コイント数勝ちましたが、後半チョイスしましたね。やっぱりこう前半で様子見て後半でっていう感じなのと思うんですが、どうですか、このオフェンスライン的には前半チョイスされるのと後半チョイスされるのってどっちの方が気持ち的に、やっぱりオフェンスのからの方が楽ですね。あー、へー、あ、そうなんですね。これ多分人の気持ちによると思うんですけども、まあ、私は結構オフェンスからガンガン行きたい人なので、最初から上げていきたいのでオフェンスから行きたいなと思うんですけど、チームの事情的にディフェンスから行った方がいいということもやると思うの で、最近後半チョイスの方がいいというような割合も高いらしいので。あー、なるほど、なるほど、はい。なんか結構ね、学生の試合とか見てるとあえて後半チョイスにして後半で、前半のアジャストを一気に効かせてくるっていうようなイメージが多いですけど、はい、あと一発目からサプライズのオンサイド効くというのもありえますので、そこを狙っているのかもしれないですね。さあ、まずはこの現在全勝中のブルーズフットボールクラブのオフェンスからとなります。で本日ね、月曜からアメフトのインスタグラムでも勝敗予想いただいてて、ブルーズフットボールクラブ 69%、 ハリケーンズ 31% ということで、やっぱりブルーズがもう7割近く、勝利予想ということで、もともと X1 エリアに、いたチームですけども、今 X1 エリアにいます、トライアックスか、三菱商事クラブトライアックスが、勝利して昇格したという経緯がありますけども、さあブルーズフットボールクラブリターナーは83番、これ副将ですね、副将の加藤選手、確か近畿大学出身の選手、ね、加藤翔太選手、近畿大学出身、24歳の選手、大阪出身の選手ですね。そうですね、24歳って結構若いですよね。さあハリケーンズはキッカーは13番だと思うんですね、金子英介選手、鹿児島大学出身の選手。キックはややショートしたか、あーギリギリでしたけど取りました。加藤選手リターンしていくサイドライン際、さあリターンはどうでしょう、30ヤード近くリターンしていったのにどうです。ゴールは自陣31ヤードファーストアンテナ。さあ SSK さんありがとうございます、現地で観戦中です、実況頑張ってくださいということでね、現地観戦中でもありながらね、 YouTube の、ご視聴もありがとうございます。さあファーストアンテナの攻撃、自陣31ヤード、まあ、ちょっと春と大きくオフェンスのメンバーといいますか入ってきたのがブルーズフットボールクラブですが、ファーストプレー、ランプレー試みましたが、ハリケーンズのタックルが早かった。ハリケーンズタックルしましたが90番でした、90番ディフェンスラインのムカサ選手、転勤決まりました、クソ狭い量から解放されますというのね、コメントいただいてますが、転勤するということになるとなんかチームから離れそうでちょっと不安になりますけども、そうですね、関東圏内での転勤やといいんですけれどもね、さあセカンドダンテ2バイ2の体型を取るパスターゲットを探します、アエ選手、明治大学出身の選手ですが、おっと加藤選手のパスはどうだ、インターセプトは成立しております、オーバー、インターセプトしました、28番、インターセプトしました、ハリケーンズの28番、田中義行選手ですね、急に寒くなってまいりました、皆様風邪ひかないようにお気をつけてお過ごしくださいということでね、視聴者の皆様を気遣っていただいてますが、ちょっとブルーズさんらしくない立ち上がりになってしまいました。そうですね、プロテクション長いこと思っていたんですけれども、うん、オフェンスから見て左側ですね、ディフェンスラインの90番向井選手がいいラッシュをかけてましたけど、ちょっと QB に当たってパスが上ずりしたのかなというふうに思いましたね。2回連続でラッシュをかけていた。さあ 3x1 ハリケーンズ立ち上がりの攻撃は自陣49ヤード、
パスを投じて、これ13番金子選手へのパスが成功しております。判定13番金子祐介選手は鹿児島大学出身の選手、貢献できるように頑張りますというのね、コメントいただいております。4ヤードほど前進してセカンドラン6、ファーストラン更新まで残り6ヤード。両チームとも割とフロントは大きいんですよね。そうですね、プロテクションを見ててもすぐに漏れそうなイメージもないので、うん、この辺は安定して見れるのかなと思いますね。さあ、そしてクォーターバックはキャプテンの10番赤崎選手、パスどうだ、これはインターセット、ブルゼットボールクラブ、ブルゼットボールクラブインターセットしましたのは3番ですね、筑瀬選手、筑瀬流星選手、大東文化大学出身24歳の選手、怪我から復帰しました、パーニーさんの期待に応えられるように頑張りますというコメントをいただいております。実はこの筑瀬選手は、はい、大東文化大学出身なんですけど、多分彼が4回生の時に最後、駒沢第二で試合で配信したことがあって、その時もおさるに変化選手でしたね。さあ、両チームともターンオーバーで攻守交代。さあ、自陣42ヤードからファースト点の攻撃、今度はエクスチェンジですね。ブルズは最近このエクスチェンジプロはアイフォーメーションをよく使ってきますが、ランでいく、ファーストタックルをなんとかかわしながら前に進んでいったのはブルズフットボールクラブ28番、ボールキャリーしましたのは28番の川島康平選手、東京国際大学出身25歳の選手、ランニバックの底力を見せます、勝って必ず X1 へ上がりますというね、コメントいただいております。いやー、ブルズなら良かったですね。うん、9ヤード前進、ランニングバックの1対1ではなくてオフェンス全体で押し上げているところが非常によく見えますね。そうですね、結局、うん、タックルするときに手がかかったのがギリかかったみたいな感じでしたもんね、はい、さあ、ここも再びラン押し上げていく、レシーバーのブロックもうまく使っていって前に前進、今のシンプルなパワーのプレーですね。オフェンスラインが 全体的に右に行くんですけれども、左のオフェンスラインが1人出てくるようなランプレーなんですけれども、しっかり右に行くオフェンスラインはディフェンスを右に押し込めている、フルで上がってくるオフェンスラインはしっかり弾けているということで、オフェンスユニットとしてかなり機能していますね。さあ、敵陣41ヤードからパーサン点の攻撃、今度はパスでいくが、これは少し届かなかったか、パスは失敗です。あれ、パス失敗だったんですけど、時間が全く止まってないですね。さあ、セカンドランテン、まあ、このクォーターバックの荒井選手はもともとサンズの選手で、まあ、転勤等もあって普段はねアナウンサーナレーションのお仕事もされている選手で、関東学生の実況もされています。さあ、どうだ、中央ランプレー、ランが止まらないですね。もう全然シンプルな、そうですね、これもまたオフェンスライン左から右に一人フルアウトするんですけれども、はいはい、今度はオフタックルを狙うというよりも A ギャップですね、センターのまま真っ直ぐ突っ込んでいくプレーでした。さあ、これもファーストタックルが抜けてしまい、パーサンを更新しております。ボールキャリーは25番立沢宇津木選手、文京大学出身23歳の新人選手、勝利に貢献できるように頑張ります、残りの試合も応援よろしくお願いいたしますというようなコメント、パーサンを更新しています。敵陣27ヤードよりファースト点の攻撃、3 by 1。さあ、パス、ここはおっとファンブルか、あ、パス失敗ですね。
ハリケーンズいいカバーでしたね。そうですね。スタッドしましたのは越川選手、越川翔太郎選手、青山学院大学出身の選手、 DBG 注目です、ボール取っていきますというの、ね、コメントいただいております。さあセカンドダンテン、パスの失敗となりましたのでセカンドダンテン、3 by 1、またここをなどがディフェンスライン、ラインバッターですかね、7番、ハリケーンズ7番ディフェンスラインですね、クラーシ選手、電気通信大学出身の選手、春のリベンジをしますというのね、コメントいただいておりますが、今のクラーシ選手よく止めましたね。あそこを抜けられると、抜けられるともうまさに更新してもおかしくなかった。ディフェンスラインのブロック処理してタックルしたと思います。サザンセブン、ここで止めたら、まあ、FG で抑えられるかというところですが、フリーで空いている、あーこれをタックル外してしまった、少し痛いか。ブルーズフットボールクラブ、パスキャッチしました、18番坂本純喜選手、明治大学出身26歳の選手、エリア昇格決めますということですが、これ坂本純喜選手ってこのヤマピーが、はい、あの X2 ブルインズいた時も向こうでいらっしゃいました。まだちょっと被ってない、フォーク愛にいらっしゃった選手ですね。まあ、奥野選手ともホットラインを組んでいた坂本選手。さあここ中央のランプレー、おそらく35番の江原選手でしょうか。35番の江原良介。よく取れましたね。ブルーズフットボールクラブ、江原涼介選手、本日の注目選手、OB 院大学出身の35歳の選手です。173センチ、105キロの選手、13年前ブルーズ入団時はランニングバックとして入部しましたが、2週間後は DL にコンバートということで、さあセカンドダウン2ゴール、ゴールまで残り1ヤード、またアイフォーメーションで、ここでパスを剥がしてタッチダウン。これパスキャッチしましたのは再びブルーズフットボールクラブ、18番ですね、坂本純喜選手、明治大学出身26歳の選手、さあ早速ブルーズフットボールクラブが6点を先制しています。重たい体型を見てきて、思いっきりランをもう一回するのかなと思ったんですけれども、うん、そうですね、レシーバーの1対1を作ってそこで決めてきましたね、うん、明らかにアイフォーメーションだったけども、まあ、マンツーつくだろうという想定のもと、はい、ゴール前なので中に集めたなと思ったところの外の1対1、サトアホポイントキックは成功しております。さらに1点を追加してブルーズフットボールクラブが7点を先制しております。まあ、ちょっとハリケーンズとしては、はい、このブルーズのランをいかにして止めるかっていうところですね。そうですね、体型を変えてきていろんなランプレーをしてきているので、うん、そこをどういかに止めるかっていうのが次のディフェンスのポイントかなというふうに思いますね、うん、さあリターナーは21番とおそらく手前3番ですかね、岩崎選手じゃないでしょうか、岩崎聖太郎選手かもしれません。で21番は中村康介選手、関西学院大学出身の選手。でブルーズフットボールクラブはキッカー54番です。54番高橋直哉選手、高千穂大学出身27歳ですし、キッカー一筋になるということで、ね、どうだ、キックはそのままサイドを割っております。イエローフラッグ、反則を示すイエローフラッグ、キックオフのアウトオブバウンズの反則、キックオフのボールが選手に触れることなくサイドラインを割ってはいけないという反則です。これはハリケーンズ、あ、35ヤードから始めますかね。さあどうやらハリケーンズはこの丸1キック地点より30ヤード進んだ地点より攻撃再開を選択しました。さあ久人さんからナイスブルーツというのねコメントが入っておりますが、
ハリケーンズは30ヤード進んだ自陣35。どうですか、ハリケーンズオフェンスとしては、これ、得点返すためには、まあ、先ほどインターもありましたけど、はい、どういったプレー展開が重要になってきますか。そうですね、さっきのインターセプトが大きかっただけで、他のプレーからとして目立ったミスが大きくないので、うん、まあ、あのミスなくコンスタントにしっかりランからリズムを作ればいいのかなというふうには思いますね。うん、さあ、そして、おー、いきなりタイトエンドリバース、13番金子選手が持つ。ちょっと今日はハリケーンズらしくないというか、あのブルーズさん相手ということもあってか、いろいろ仕掛けてますね。今のでも2ヤード出てますので、うんうん、まあ、ブルーズさんがしたらよく2ヤード含めたというところもあるんですけれども、まあ2ヤード出てるということで、次、うん、組み立てやすいのかなとは思いますね。さあ、ランニングバックもね、豊富に、ハリケーンズもブルーズさんもそうなんですが、ハリケーンズさんも豊富に揃えています。さあ、3バイ1、ここはランでいく、あー、後ろからタックル、ちょっとボールをこぼしたんじゃないかという。ボールキャリアはハリケーンズの5番の神山健太選手でした。東京都市大学出身の選手、前節よりもさらにいい活躍をしてチームを勝たせたいですということですが、ちょっとボールに入りましたよね。それがサイドジャッジがどう見たか、ダウンが先か、それともファンブルか。あ、ダウンが先ですね、判定は。さあ、4ヤード包んで、サードダウンホールとかあります。ハリケーンズのゲインは4ヤード。一瞬取ったように見えましたね。ダウンが先ということで、うん、助かりましたね。ハリケーンズから番号の変更の申請がありました。59番が11番、古木選手ですね。ハリケーンズ59番の古木選手は11番でプレーします。そんな大丈夫なんですかね、オフェンスラインの選手。あ、ディフェンスラインですね。あ、ディフェンスラインの選手、さっきのシリーズで敗れたのかもしれない。あー、なるほどなるほど。ディズニー41ヤード地点からハリケーンズ3ラウンドです。ファーストダウンカット前は4ヤード、41ヤード。まあ、ハリケーンズはクォーターバックのね、赤崎選手も非常に走れる選手なので、うわー、すごい密集地帯でしたが、13番金子英介選手よく取りました。ファーサーを更新しています。いや、ライン戦でいうところでは互角からというか、うんうん、パスプラティクションもしっかり持っているので、このまま、ね、はい、ターンオーバーなく進めていってほしいなとは思いますね。今日はちょっとハリケーンズさんにしては珍しいパスを対応しています。さあ、ロールする、うーん、中村選手これを取れずパス失敗。プレーとしては面白かったんですけど、値段のアッティングのパスということで、まあ、最近この21番中村選手は、まあ、ランニングバック登録なんですけど、結構ワイドレシーバーナンバー2、1レシのポジションにつくことが非常に多くてですね、はい、このレシーバーキャッチフェイクでっていうようなねプレーが非常に多いんですけど、さあ、ここもパスを通してきました。バスケットです。アイデンティカットとしては34番ダブルシーバーの原瀬、パスキャッチしました。34番の福永選手でした。ハリケーンズ未だ、全2節でタッチアン決められていないので、今度こそタッチアンしますよね。コメントいただいております。さあ、サードダウン、ハリケーンズも着実に前に進めてきていますが、
2x1。 ここで赤崎選手キープするが、そのままサイドを割っていく。これですよね、やっぱり。いやー、いい感じでしたね。赤崎選手結構クォーターバックなんですけど、スライディングしないんですよね。アグレッシブにガツガツいっちゃう選手なので、ちょっと見てるこっちからすると大丈夫かなって思う時もあるんですけど、まあ、実際赤崎選手が走ってタッチダウン取ってっていうパターンもハリケーンズは多いので、さあ敵陣40ヤード、時間もいい具合に使いながら、あーっとジェットスイープ、金子選手がちょっとアンドを落としましたが、よく取りました。あー、ちょっと大きなロスになりましたね。8ヤードほどロスしております。ディフェンスライン吉原選手しっかり立て割ってましたね。ブルズの届くの90番の吉原選手。あー、吉原優輝選手ですね。岩手大学出身27歳の選手、優勝昇格に絶対落とせない一戦、密かにボールを狙います。あと黄色が大好きですよね、コメントいただいてますが。あー、確かにグローブもスパイクも黄色なんですね。さあここは赤崎選手からアンリバック、よく中央抜けていきました。ハリケーンズボールキャリーしました。33番本日の注目選手の一人が厚弘選手、東京都市大学出身の選手。いつも配信ありがとうございます、チームに貢献できるように頑張りますということで、15ヤードほど前進しまして、サードダウン3、今のラップではトラップというプレーで、はい、ディフェンスラインをあえて前に出させて浮かすことによって、そのすれ違いを狙うプレーでしたね。さあ 3x1 着実に敵陣近くまで進んできてますが、ここもパスオールフックでしたが、よく通してきました。パスキャッチしましたね。21番中村康介選手、関西学院大学出身の選手です。はい、歯磨きは歯茎から血が出るまで頑張る派ですけどね。いつも中村康介選手、まあ、後輩なんであれですけど、先輩が恥をかかせたいのかっていうような、ね、コメントを書いてくる選手ではありますが、さあここで第1クォーターが終了しております。第1クォーター終了いたしまして、ご覧の通りブルズフットボールクラブ7点、ハリケーンズが0点となっております。さあベッコアメさんから、ブルーズフットボールクラブ今日0番いないのですかということで、多分クォーターバックの桜井太一選手のことですよね。ちょっとこちらからはまだ拝見できてないんですけども、桜井選手と綾選手のこう併用なので、このチームは、まあ、いきなり桜井選手で来るときもあれば、いきなり綾選手で来るときもあるので、ちょっと今日はまだ試合出場はない状況ですかね。ちょっとハリケーンズはもう間もなくレッドゾーンに入れるかというところでありますが、これ第2クォーターでタッチダウン取れると大きいですよね、ハリケーンズさん。そうですね。先ほどキャッチしたハリケーンズの34番が友人なので応援してます、注目してくださいというのね、コメントいただいております。いいですね。34番福永選手、学芸大学出身の選手です。さあファーストラン、敵陣の28ヤードからのファーストラン点の攻撃。ハリケーンズは敵陣の28ヤード地点からファーストラン点。さあ赤崎選手から、ここはランでいくが血を詰まっていたか。アルカリアは5番、ハリケーンズ5番の神山健太選手、東京都市大学出身の選手。まあ、こういうダンプレーがしっかりと前に出るので、これでも結構詰まってたような印象が見受けられたんですけど、DL が、はい、しっかりとそこをギャップを潰してたっていう。そうですね。あとただハリケーンズの56番の選手がかなり押し上げてたので、はい、その分の2ヤードが、うん、ああなるほどなるほど、はい。
その2ヤード前進してセカンドダウンイート、ここで赤崎選手がキープ。そしてブルズフットボールクラブが99番がタックルしておりました。ハイケンズボールをキャリーしました10番の赤崎明選手、芝浦工業大学出身、タックルしました99番山下大成選手、拓殖大学出身29歳の選手、毎試合見に来てくれる妻と息子のために活躍しますというね、コメント。さあ、サードダウン5。はい、サードダウンです。ファーストダウン獲得までは5ヤード。さあ、ショットガンでランニングバック2枚を置いた2バイ1。そしてそのランニングバック33番、小川選手に持たせるが、ちょっとボールに手がかかっていたか。ファーストダウンにはわずかに及ばずといったところか。あ、ファーストダウン更新しましたね。おー、これはちょっといい、お互いに非常にスタンダードなラウンとパスの組み合わせなんですけども、どうしてもかなりいいオフェンスしてますね。サボロン18ヤード、ちょっとこれは、まあ、パス落としておいてよかったかなというところでしょうか。そうですね、34番福永選手、まあ、下手に弾いて上に上げてしまうよりはっていうところですよね。そう、さあセカンドダウン点、体形は 2x2。さあ、ここはランフェイクプレイアクション、シュアハンドでよく取りました。パスカッチしました。34番再びターゲットを渡しながらタッチしました。さあ、タッチダウンを今日は狙っていく福永選手、ブルズのラッシュがどんどん厳しくなっていくので、ブルズは今27番をつけておりますが、本日は34番でプレーしています。ハリケーンズサードダウン、ファーストダウン獲得までは5ヤード、エンドゾーンまでは13ヤード。さあ5ヤード、おー、いい形でカット切っていって、これはファーストダウン更新しているか。ボールモーターの5番ランニングバッター神山健太選手、東京都市大学出身の選手、今のもパワープレイですね。で、一番びっくりしたのが、あの中村選手がブロックをしてるんですよ。へえ。中村選手がリードブロッカーになって、そのブロックが効いたので、かなり長く。さあ、ファーストダウン2ゴール、ゴールまで残り6ヤード。ファーストダウン2ゴール、エンドゾーンまでは6ヤード。さあ、2バイ2。ここでパスを選択するは少しオーバースローか。まあ、ここは無理せずにといったところか。そうです、ここまで来たら一番ターンオーバーがいけない。うん、まあ、ここはもう無理せずしっかり投げ捨てていいですね。セカンドワン2ゴール、ゴールまで残り6ヤード。ちょっと一回ラン挟んどきたい感じではありますよね。6ヤードあるので、うん、ジェットモーションフェイクでさらにオプションピッチ、33番小川選手が1人かわしたが、ノーゲインといったところでしょうか。ボルテージ33番小川厚弘選手でした。よくディフェンス残ってましたね。うん、まあ、ジェットモーション入ってて、はい、まあ、流れてもおかしくなかった。一度右にジェットモーション入れてからの左のオプションですね。さあ、サードダウン2ゴールなので、ファーストダウンの更新はありません。ここでタッチダウン取らないと、ちょっとギャンブルしてまでというような。7
チュエーションではないのでフィールドゴールに収まるか。赤崎選手、あ、パスを投じたがパスは失敗です。まあちょっと今ハリケーンズレシーバーの福田選手が当たられたということでインターフェアをコールしてましたが、そうですね、反則はないように見えますね。さあ、フォースアンドツーゴール、ゴールまで6ヤードで、どうやらこれはあプレーでいきますね、フォースアンドギャンブル。さあ、平木さんからは、小川、神剣頑張れということでね、東京都市大学メンバーを応援してます。さあ、勝負に出る、あー、イエロー。さあ、ベッコアメさんから9ナイスというのが、ファールマーカーが出ています。9の上、ファールマーカーが出ています。これはフォルスですかね。そうですね、このタイミングで止まってるのでフォルスタートですかね。フォルススタートの反則。攻撃はプレー開始前に1秒以上静止しなければならず、開始と紛らわしい急激な動きはしてはならないというのが反則。さあ、5ヤードバッター、フォースアンドゴール、ゴールまで残り11ヤード。フォーススタートの反則です。5ヤード下がって11ヤード地点からフォースアンドとなります。堀圭介頑張れと秀夫小林さんからコメント。紛争するんですね。この距離にあってもプレー。予選9ゴール、ここまで11ヤードでギャンブルを選択。おっと、ルが取ったか、取りました。21番中村浩介選手、タッチダウン。いやー、これは見応えのあるゲームに合ってきました。ちょっとね、今日中村選手、あの弾くお手玉するシーンが非常に多いですが、得点につながっていきました。勝負どころでしっかり決めてくれましたね。さあ、トライフォーポイント、キッカーは金子選手、変わらず。これも成功しております。ナイスキック。さあ、これでハリケーンズが7点を返しまして、現在ブルーズフットボールクラブ7点、ハリケーンズ7点、7対7の同点となりました。いや、この立ち上大きいですね。しっかり時間を使ってドライブしての7点というのもかなり大きいですね。そうですね、結局1クォーターのちょっと半分ぐらいからドライブを始めて、じりじりと、そうですね、得点まで持ってきた。リコーター半分ぐらい時間使ってますので、ちょっとブルズのディフェンスからしてもしんどいですよね。そうですね、あれだけずっとずるずるとオフェンスされてしまうとちょっとしんどいですね。さあ、リターナーは83番と80番ですかね、手前は80番、大西優斗選手、東洋大学出身、26歳の選手。はい、大西優斗選手から10月24日は私の誕生日です、ありがとうございますというの、ね、コメントいただいてますよね。はい、2日後に控えております。これはかなり弾道低め、その大西選手がリターンしていく、いいリターンになりましたね。35ヤード付近までボールを戻しました。大西選手、ここと決めた時の上がりが早いですね。そうですね、もう立て上がるって決めた瞬間は、サボロン35ヤード、7点を返されたブルーズフットボールクラブ、再びリードしたいところであります。
さ、アイフォーメーション。これクォーターバック0番桜井選手ですね、出てきました。わあ、これはディフェンスよく漏れてきてましたね。15番がタックルしました。ボールキャリアは28番ですかね。ハリケーンズタックルしましたが、15番ラインバッカー伊藤仁志選手、東洋大学出身の選手、いつも配信ありがとうございますというね、コメントいただいております。さあ1ヤードのロス、セカンドダウン11。ここ持たせていくが、またロスなるか。ボールキャリア再び28番川島選手、サブは11。あ、ホールディングですかね、おそらく。あ、ハリケーンズ15番1個選手がかなり掴まれてたですね。ホールディング、攻撃は相手を掴んだり抱えたりしちゃいけないという反則になります。これ痛いですね。そうですね。で、さっきからちょっとここのドライブになってから妙にこうハリケーンズのディフェンス陣が漏れてきているように見受けられるんですけど、これは何か。そうですね、1個選手とかかなりアグレッシブに動いてますね。あのディフェンス、オフェンスライン開くホールをしっかり見抜いて差し込んでいってるので。さあ3バイ1、坂井選手パスターゲットを探す、フリーで空いていた1番、ちょっとオーバーしてしまったがタックルで抑えています。マスタッチしました。1番村上海斗選手、大東文化大学出身24歳の選手、タッチダウン後のレシーバーのパフォーマンスに注目くださいというね、コメント。失礼いたしました、先ほどがセカンドダウン、今がサードダウンへと変わります。12ヤードほど戻しまして、サードダウン9。ファーストダウンタックルまでは9ヤード。さあここ25番に持たせていく、一個選手がこれを捕まえる。ブルズットボールからボールキャリーしました、25番立澤宇津木選手、文教大学出身23歳の新人選手。オフェンスラインもランニングバックも右に流れるプレーなんですけれども、あの一個選手がそのオフェンスラインのスピードに負けじと、しっかり走っていって、でラインバッターにそのままタックルいけてますね。このドライブはほとんど一個一つ選手に止められたドライブになりました。リターナーは3番の岩崎選手、パンターは54番高橋選手。いいパントです、高さ十分。あー、まだサイド割らない、転がっていく、いいパントキック。さあ攻守交代します。ハリケーンズが自陣の7ヤードからの攻撃権。ここはハリケーンズのチャンスですね。そうですね、まあ、先ほどもドライブかなりのロングドライブを行ってますし、まあ、時間的にも無理ない時間、3分42分、まあ、ただ、先ほどみたいに時間を使ってのドライブはできないので、そうですね、パスも織り交ぜながら、しっかりと3分使い切りたいですね。非常にスタンダードなショットガンの 2×2。ここは中央、ランニバック持たせていくが。ボールキャリーしました、5番神山健太選手、都市大学出身の選手。
ここまで実はこのブルーズフットボールクラブ3勝全勝してるんですが、はい、現在冒頭申し上げた通り、まあ、3試合あるうちの1試合が無効試合、今延期になってるので1勝1敗で、唯一負けたのがラングラーズで、ラングラーズはブルーズフットボールクラブに敗れてるんですけども、まあ、それ以外の負けなしということで、結構このハリケーンズがブルーズさんに勝つというのがですね、かなりイーストが乱れてきますが、パスキャッチしました。34番、さあ34番今日もしかして背番号変わってる、あ、川瀬春樹選手なんですね。普段は27番をつけてる選手ですね。失礼いたしました。はい、愛知大学出身の選手。サブは2ですね。失礼いたしました。あー、これはパスが乱れたか、パス失敗。ここはパントですね。ここはまあ無理せずにというところですね。リターナーは83番加藤選手、そして1番の村上海斗選手が出てきました。さあ、しっかりボール戻していきたいパンター3番岩崎選手。さあ、村上選手リターンしていくか。アリケンズこれを早めに抑えたいが、ちょっとあ、イエロー出ましたね。ちょっと背後のブロックがあったか、イエローフラッグ。そうですね、やっぱ背後、あ、やっぱ背後ですね。まあ、ちょっと明らかにね、後ろから押されて倒れたという形になってましたので、そうですね、かなり危険な反則なので、うんうん、ブラインドサイドタックル、ベルサイドからのブロックで、はい、パスアファール、まあ、リターンは成立して、まあ、リターン地点よりリターンチームのブロックに反則がありました。リターンエンド、ハリケーンズ陣の49ヤードから15ヤード下がって、ブルズはファーストダウンを行います。大きく下がります。いや、この反則痛いですね。敵陣からスタートできるかもしれないというような距離感でしたが、やっぱり危険な反則ほどバッターイヤードも多いので、うんうん、これは気をつけなきゃいけないですね。さあ、これで自陣の36ヤード。ただ1分56秒あって、まあ、第2クォーターなので、あの去年の正式ケージと同じ時間の回り方するので、ここからファーストの更新でチェーンが動くまで時間が止まります。プレイアクション、パスは失敗。クォーターバックは0番の桜井選手出てきましたね。すごいですね、桜井選手は厚生学園からは明治大学、もう本当にフットボールエリートですね。そうですね、来年 X1 エリアで戦うメンバーを募集してますので、もう昇格する気満々ですね。さあ、セカンドランテン、さあ、ドロープレー、かなりディレイ気味のドロープレー、イエローも出ているが、あー、ちょっとこれはホールディングですか。そうですね、場所的にホールディングですね。いや、もったいないですね。せっかくファースワン更新
できた距離にあったんですが、そうですね、ここでホールディングしてしまう気持ちも、まあ、ラッシュが良かったので、ホールディングの反則。ちょっとブルズさん第2クォーターに入ってからこう自分たちの反則で、そうですね、後ろに下がるシチュエーションが増えてまいりました。ブルズ、ストロークが下がってセカンドダウンを願います。さあ時間が回る。さあ2バイ2、パスターゲットを探してよくこれ取りました、決めてきました、パスキャッチしました。ブルズフットボールクラブ19番津村望む選手、法政大学出身45歳の選手、パッチアウト取れるように頑張りますということでね、大ベテランなんですよね、津村望む選手。すごいですね、45歳。もともとそれこそ IBM にも所属していて、はい、IBM ライズと来て、法政大学から。で、今、ブルーズフットボールクラブと。オプションピッチ、少しちょっとボールを一瞬お手玉仕掛けて、足が止まってしまったか。そうですね、あとレシーバーのブロックをハリケーンズの選手がしっかり止まっていたので、ここでハリケーンズチームタイムアウト取りましたね。そうですね、今のプレーがランプレーで終わったので、まあ、ここで試合を止めてもうシリーズを続けていくぞということでしょうかね。さあ前半1回目のチームタイムアウト、チームタイムアウトは両チームとも前半後半各3回ずつ取得可能です。そして YouTube におきましてはタイムアウトの残り回数はこのチーム名の下黄色い横棒にて示しております。ワニターナですね、3番岩崎選手、岩崎選手もビッグリターンを起こせる選手なので非常に期待したいところでありますが、ブルーズフットボールのパンターの高橋選手、うん、私がアズアの時に所属している時もまだパンターで蹴っていたのでかなり長いこと蹴ってありますね。確かもともとディフェンスラインも兼任されてたはずなんですね。そうですね、当時ディフェンスラインとしても活躍してましたね、うん、パンとキックともに距離蹴れる選手でありますが、48秒、うーん、高さ距離十分、ああ取った瞬間でしたがフラッグはないようですね。ないですね、ちょっと際どいタイミングではありました。さあボールは33ヤード、まああわよくばフィールドゴールレンジまで持っていって3点追加しようという感じでしょうか。そうですね、まあ、どんどんパス投げてくると思いますね、うん、今の40秒なので、3番以上あー、中村選手パーソンを更新しています。さあ時間が止まる。さあレディフォーで時間が回りますがスパイクする。スパイクして時間を止めまして、セカンドアンテン敵陣49ヤード、これはちょっとフィールドゴールで、そうですね、まあとりあえず3点リードしようというところですかね。なんかもう2本ぐらい決めたいですね。スリーバイワン、なるほど。さあまた一発、わーっとインター。
あー、これはもったいないですね。ターンオーバーです。いやー、そうですね。11番ブルーズフットボールクラブの11番がターンオーバー。11番池田哲夫選手、本日の注目選手の一人、法政大学出身33歳の選手。怪我をしないで最終戦まで勝ち続けますよね。コメント、ちょっとレシーバーとのコミュニケーションが合ってなかったですね。中村選手も振り返ってるよ。そうですね、明らかに中村選手がその場所にいなかったっていう。さあ、ボールを打ちやどクォーターバックを再び15番アイス選手に戻しました。ブルーズフットボールクラブ、あー、ブルーズも得点狙いに行きますか。まずはウハさんを更新。パスキャッチしました。28番の川島光栄選手、東京国際大学出身25歳の選手。さあ、時間が回ってますが、流すか、なんかもったいない気もしますが、まあ、ここはもう無理せずということでしょうね。さあ、ここで第2クォーターが終了しております。第2クォーター終了いたしまして、ご覧の通りブルーズフットボールクラブ7点、ハリケーンズ7点で7対7となっております。さあ、前半を置いてみて両チームのこう動き展開いかがですか。そうですね、どちらも、どちらもコンスタントにしっかり出る実力があるので、まあ、そこで、しっかり取った7点かなと思いますね。まあ、ただターンオーバーだったり反則といったところで、まあ、あの流れが止まるところがあるので、まあ、後半はしっかりまた、基本的なランプレーを中心に進めていくのがいいのかなというふうに思いますね。まあ、特にね、あの第2クォーター終盤あたりでブルーズさんの、反則が目立つ展開が多かったですが、さあ、果たしてその辺をどのように修正するのか注目であります。さあ、後半
ここ数年一番多分準備はしたのかなっていうのは思うし、 LINE も多分いろいろ苦労したのかなっていうのは思うんで、まあ、ただミスもあるかもしれんけど絶対今回だけはしないように、反省はしてはいいから、今回だけは絶対しないようにで攻めない、次につながるプレーを声つけてやっていこう、出し切ってね、でギャンも、まあ、LINE ぐらいしかおらんけん、他のみんな出し切ってやろうぞ。よし、ちょっとマーベアーズでやって合同やった時は勝てたけど、マーベリックスとしてはまあ勝ったことないし、はい、今日は絶対しっかりやってマーベリックスの初陣に絶対勝ったよ。うぇー、あいつらに今後カラーのユニフォームぶっ着させんだろ。うぇー、一生しろ。うぇー、イエーイ、密着してるね。さあ第3クォーターリスタートとなります。後半はブルズのキックからゲームリスタート、ハリケーンズのリターン。さあ第2クォーターで追いついたハリケーンズがそのまままた得点リードするか。リターンは3番の岩崎選手、手前34番ですね。今日ハリケーンズ34番つけてるのは川瀬選手でした。14番高橋選手のキックでゲームリスタート。あー、いいディープキック、リターンしていく。ブルーズ44番のハードタックルでしたね。ウメンズアイの石坂翔吾選手、上智大学出身33歳の選手、すごいですね。上智大学からエレコム神戸ファイニーズ、サイドワインダーズ、クラブベアーズで今と、おー、いろいろ渡り、いろいろ X1、X2、X3、関西一通り回って今はこちらにいると。さあ陣18ヤードからファーストダウン10の攻撃。さあ 3x1、 ちょっとハリケーンズさんはあれですかね、プレー入れるまでに時間がかかってしまったか、もったいないタイムアウトですね。後半のこのタイムアウトの消費特にもったいないですね。キックオフをリターンしてから倒れてからすぐの仕掛けが始まりますので、まあ、そこはいつも以上に急がないといけないですね。さあ 3x1 奥3枚2枚取り、これはクォーターバック10番赤崎選手がボールをキープ、抜けていく、スピードに乗る、まだ倒れない、抜けていく、赤崎選手がキープしてそのままタッチだ。これはタイムアウトはなかったかのごとく、そうですね、ワンプレー後半のタイムアウト取って良かったかもしれないですね。確かに82ヤードの独走タッチダウン、キャプテンでありクォーターバックの赤崎選手がなことがあり得るのかと、ちょっとブルーズさんは痛い失点になりました。そうですね、右のランニングバックのランプレーに見せかけた QB キープなんですけれども、ブルーズさんほとんど変わっちゃいましたね。
さあここもキックは成功しております。ナイスキック。さあ7点を追加したハリケーンズが後半の立ち上がりで敗しました。いやブルーズさん正直ここまですごい安定した攻撃力、攻守ともに安定した実力を持っていて、まあ、X2 イーストでも敵なしかなと思われていたんですが、ややっぱりハリケーンズさんに苦手意識が残っているのか、あと赤崎選手の個人技タックルされそうでされない。そうですね、ぬるぬると走ってきましたね、うん、ブロッカーをうまく使いながらボールを持ってる方があるんですけど、それでスイムでかわすっていうようなね。さあリターナー大西選手と加藤選手変わらず、さあ13番金子英介選手のキック。ターンしていくは83番加藤選手、しかしこれは素早いタックルでとどめている。タックルしました。90番ですね、ハリケーンズ90番はディフェンスライン深澤選手、もちろん正海選手ですね。リンズキャタピラーズにも所属していた選手。さあボロンは自陣21ヤードからブルーズフットボールクラブファースト安定の攻撃。まあ先ほどのプレー一発あったんですが、ここは気にせずじっくりと前半の得点と同じようにじりじりと進めていきたいブルーズフットボールクラブ。さあまずタックルしました、ボールキャリーしました28番川島選手、タックルしました90番、深澤選手ですね。1ヤードほど前進しました、セカンドランナイン。はい、あゆえよさんからね、昨日の単独対軽めの試合上がっていますかということなんですが、これ月曜からアメフトのチャンネルの方の話ですけども、ちょっとね著作権が結構ハーフタイムショーで一気に引っかかってて、まだちょっと公開ができないような状態になっております。さあセカンドランナイン、アイ選手パスターゲット、サラスはよくこれをタックル入っていました。カットしました、ハリケーンズの17番ディフェンスバックの塚部選手、ダイエットしますというねコメントいただいておりますが、大阪大学出身の選手ですね。さあサウザンラインへと変わります。2バイ2パスターゲット、サヤサエ選手パスは成功。このタックルを剥がしていく、パスキャッチしました、ブルーズのボールカードの10番小林雄一選手、東洋大学出身22歳の新人選手、全勝優勝に向けてプレーでチームを盛り上げますの、ね、コメントファーさんを更新しております。このファーストダウン大きいですね、ここ3つでやってしまうとちょっと寂しいなところがあったので。さあボードは自陣33ヤード、さあ I フォーメーション、プロ I フォーメーションシフトしてこちらにタイトルインドがつく、そしてそのままフルバックに持たせましたね。35番のエハイ涼介選手、本日の注目選手の一人。さあ2バイ2、さあドロープレー、これ結構先ほどから決まっているが、28番川島選手のワンプレーでした。6ヤード前進しましてサードランツー、
これ結構ディレイ気味のドローじゃないですか、はい、これあんなにホールが開くでディフェンスが残っていないのってどういう理由なんですか。そうですね、やっぱり2年目なのでラインバッカーからしたらやっぱりしっかり下がってしまう、うん、ディフェンスラインはかなりラッシュを決めてしまっているのでそこですれ違いが生じてしまうんですね。でオフェンスラインからしたらしっかりドローのブロックができているのでそれでゲインできてますね。さあ3が1です。さあここはランでいくがどうだ、超えたか、55番は超えたというモーションしていますが、ボルタリア13番ですね。13番、間違いを見ましたね。ブルーズ登録される2時43分地点からファーストの点、さあファースト点でかなり進みました。4ヤードほど前進しております。そうですね、今まで長い距離でダイブプレーをしていなかったので、うん、低いのダイブプレーでディフェンスが対応していなかったですね。あーちょっと負傷者が発生しちゃいましたね。オフェンスラインの選手ですかね、ちょっと見えないんですけど、ちょっと大きな怪我でなければいいんですが。さあブルーズフットボールクラブね、今日 あのセンターやってる副将の選手、前場正樹選手、東京農業大学出身29歳の選手ですが、ね、我々には実はあの深い縁があって月曜からの人がね、まだ出来たての頃からね、実は出演していただいたと、オフェンスラインおしゃれコンテストというので出演いただいて、しっかり優勝までされた前場選手がね、はい、まさか我々がこのような形で関わることになるとは思いませんでしたが、X1 に必ず上がりますと、その時もぜひ配信お願いしますということなんですが、それはね、もう X リーグ TV さんがありますので我々対応できないと思います。そして52番大又雄大選手、学習院大学出身29歳の選手ですが、私の姉は月雨さんの配信がきっかけでルールのみならず審判のジェスチャーの勉強まで始めました。第2の女性審判の誕生はもうそう遠くはないかも。いつも配信ありがとうございますというね、コメントいただいております。さあセカンドアンシス、さあここはランフェイクプレーアクションロングパス1対1、これは勝っているが届かないか。いやー完全に抜けてはいましたね。そうですね、いやプロテクションも持っていたのでこれが決まったらかなり大きかったですね。さあサウダン6、ブルーズ登録のサウダンファーストダウン獲得まで6ヤード、2バイ2。あーこのドロープレー、しかしこれは今回は前へ出させませんでした。ブルーズとボルカーブ、ボルカリは13番吉田博也選手、東海大学出身23歳の選手、自分にとっては復帰戦ですがチーム内ラッシングヤードは負けませんということでね、今日注目選手に自ら挙げていまして、復帰戦頑張りますとコメントいただいておりました。さあリターナーは3番岩崎選手、ハリケーンズはディフェンスもいいですね。そうですね、さあパントキック、岩崎選手ここは無理しないか、ちょっと戻ってきたのをブルーズの選手が抑えました。さあ攻守交代いたしまして再びハリケーンズの攻撃権、ハイケンズ自身24ヤードからファーストアテンの攻撃、
ブルーズはまずしっかりここで止めてほしいですね、うん、でまた時間もあるので、まあ、次のシリーズどう攻めるかっていうのを考えつつ このシリーズを、ね、で固めるのがいいですと思います。まあ、できれば敵陣内でブルーズからするとシャットアウトしたいと。そうですね、できれば3つで止めたいですね、うん、このシリーズは。ハードカウントを仕掛けてくるのはハリケーンズですが、このランもよく出ました。ボールキャリーしました5番神山健太選手。ハリケーンズのオフェンスラインの足がしっかり動いてますね、うん、足は止めないのでやっぱりランニングバックが上がる穴を見つけられるので、ランナーヤード前進しました。セカンドラン3、3バイ1。さあここもランでいく。33番小川選手1回目のタックル、スピンでかわしていく、またスピン、これは大きく出ました。ボールキャリーしました。33番、小川敦弘選手、東京都市大学出身の選手、本日の注目選手の一人。いや、よく倒れなかったですね今のランは。さあ49ヤード地点ファースト3点、2バイ1。さあここも5番神山選手が出ましたが、これをブルーズヘッドボールカーブキャプテンですね、92番の増田純平選手、帝京大学出身26歳の選手がアタック、リーグ最強ディフェンスを率いて全勝優勝を目指しますというのね、コメントいただいております。今の増田選手いなかったらもう見ててましたね、よく止めたと思います。さあ久保助さんからはパンプ蹴ったチームがボールに触れたように見えましたがいいのですかということですがね、パンプ蹴ったチームが、その後当たったらもうその時点でね、ボールデッドになりますので特に問題はございません。さあここラニワック再び33番小川選手に持たせていく。小川選手このスピンのタイミングがいいですね。そうですね、あとゾーンのランプレーが今ずっと続いてるんですけれども、上がるタイミングも非常に良くて、オフェンスラインとが作った穴をしっかりと縦に上がってますね、ハリケーンズサードダウンです。さあミミミミさんからは頑張れとチャットが入っていますが、さあブルーズとしては絶対に落とせないこのゲーム、もちろんハリケーンズとしてもここは落とせない。あーリバースを試みたがファンブル、よく抑えています。ちょっとこのパターン多いですね、ハリケーンズさんね、前半から。個人的にはここサーダーウィンチなのでコンスタントなランが欲しかったところですね、意表をついてリバースを選んだというところもあるんですけれども、なるほど、はい、ちょっと今回は裏目に出てしまいましたね。さあリターナは80番と1番、1番は村上海人選手、80番は大西優斗選手。余裕持ってあえて転がしていくか、リターンできない。いやー金子選手いいパントを選択しました。さあ攻守交代です。自陣9ヤードからブルーズフットボールクラブハース3点の攻撃。ブルーズさんはちょっと後半に入ってからオフェンスがやや失速してるかなというような印象を見受けられますが、そうですね、やっぱり失礼しました、ディフェンスラインのクロスがどんどん増えてきているので、うん、まあ、それにちょっと対応が困っているところがありますね。自陣9ヤード地点からブルーズボールクラブファーストダウン10。さ
さあ陣9ヤードやるファーストアンテの攻撃、あ熊五郎さんありがとうございます。いつもねルールの説明いただいて本当に助かっております。さあここはゾーンプレーですか、奥側の。そうですね、このゾーンプレーですね。さあ、ボールで3ヤード前進します。セカンドアーセル。さあここで0番桜井選手になっている、ああこれキャッチした瞬間に膝ついてましたね。そうですね、パスキャッチしました。18番の坂本、さあサードラン、ここはものにしたい。さあアスカさん、兄が出ているので家族で応援してます、頑張れブルーズということで、ブルーズは第3クォーターなんとか1本取り返したい。まずはファーストラン更新しております。両チームハイター、配信クルーの皆さんありがとうございますということで、友原さんありがとうございます。さあ川島選手が出てファーストラン更新、いや今のトラッププレーも良かったですね、うん、あのディフェンスラインの真ん中の選手はあえて1人浮かしたところをそこを横から弾いて、うん、叩いていくって感じですね、はい、そこのすれ違いを狙ったランプレーですね。今日は世界選手パスはどうだ、空いている、あーこれタックル逃してしまった、追いつけない、そのまま抜けて勝ちだ。タッチダウンしましたな、ブルズフットボールクラブ84番ですね、片山文也選手、明治大学出身22歳の新人選手、本日も大西さんのためにブロック頑張りますということですが、自らタッチダウンを取りました。いやこれは大きいですね、いやこれはまだまだ分かりません。第3クォーター、さあここは余裕を持って決めてきました、ナイスキック。さあ追いつきましたブルーズフットボールクラブ、ご覧の通り現在ブルーズフットボールクラブ14点、ハリケーンズ14点で14対14となっております。さあかぼちゃプリンさん、ブルーズ応援しています、頑張れナイスというのねコメント。さあハリケーンズはリターナーは3番と34番、34番は本日は川瀬選手をつけております、3番は岩崎選手。さあちょっとねかなり場内も冷えてきまして、そうですね、風もちょっと出てきましたので、54番高橋選手のキックでゲームリスタート。ここは先ほどのことも踏まえてリターンはしませんでした、タッチバックです。さあボロン25ヤードからファースト10の攻撃、ハリケーンズ、まあ、ハリケーンズは結局後半そうですね、独走の赤崎選手の独走でっていうところですね、はい、先ほどのシリーズランがコンスタントに出ていたので、まあ、しっかり時間を使いながら、うん、しっかり得点に結びつけたらいいのかなというふうに思います ね、 ね。さあファーストアンテンの攻撃、
モーション入ってくる。ジェットモーションフェイクで5番中央神山選手が持ちます。チアード選手タックルしましたが吉原優輝選手でした。90番吉原優輝選手は岩手大学出身27歳の選手。さあここで第3クォーターが終了しております。さあ第3クォーター終了いたしまして、ブルーズフットボールクラブ14点、ハリケーンズ14点で14対14で最後の第4クォーター、第3クォーターを終了して14対14。いやーこれどうやるのか。そうですね、わからないですね。14点、14対14ですね。いや今シーズン本当にブルーズさんがこう、まあ一つは去年優勝してるラングラーズが一つの壁かなっていうところがポイントだったんですけど、ラングラーズさんに対してもなんとか勝ち切って、で今日このハリケーンズというところで、まあそのラングラーズにね、ハリケーンズさんが負けてたので、その点を踏まえるとハリケーンズさんとブルーズさんってどうなんだろうっていうところがありましたけども、まあやっぱりハリケーンズさんはこうブルーズさんに対する対策というか上手いんですかね。そうですね、あとライン戦がちょうどイーブンっていうところがかなり大きいと思いますね。どちらのチームもランプレーがコンスタントにできるので、後半本当どうなるかわからないですね、第4クォーター。さあセカンドのナイン、さあ勝負の第4クォーター、最終第4クォーターです。ハリケーンズは昇格を狙うことを考えると、このゲームは絶対に勝たなければいけません。観客席からもすごい応援の声援が入っております。あ、イエローが出ている。これはオフサイド狙いか。しかしインターセットしたのは11番、しかしイエローが出ています。池田哲夫選手がインターセット2本目してますが、これがオフサイドだった場合、インターセットが無効になりますが、プレーが始まってたこと考えるとオフサイドか。失礼しました、ファウルマークが出ています。あー、オフサイドですね。プレー開始前に守備側の選手が攻撃側のエリアに体、もしくはその一部は超えてしまってはいけない、もしくは、プレー開始前に攻撃側の選手に接触してはいけないと。オフサイドになってしまうとあのフリープレーになるんですね、うん、あのディフェンスからしたらどんないいプレーをしても、まあ、無駄になってしまう。ただオフェンスからしたらあのロングパスを取ったらあのそのプレーを、取ることができる、うん、まあ、今回はオフサイドを取っているんですね。まあなればもうイエロー出たのを確認すればもう何してもいいと。いやーちょっとブルーズさんからしたら嫌ですよね。そうですね、ターンオーバーしたと思ってたんですが、さあセカンドダウン4に戻ります。さあランフェイク、赤崎選手がちょっと何か当たりましたか。指に引っかかったんですけど、ね、さあサーブランフォーへとかあります。さあまだまだ仕掛けてくるハリケーンズ。ハリケーンズはサーブランです。ファーストダウンのところが4ヤード。さあ3バイ1フ
フェイクを入れて赤崎選手がパスを投じる。どうだ、足は残っています。パスは成功です。パスタッチしました。8番の甲田聖也選手、国際キリスト教大学出身の選手、前節課題だったフィールドゴール今日は全部決めますというので、ね、コメントいただいております。いやこれ決めたの大きいですね。まあ、ちょっとハリケーンズからすると時間を使いながら第4クォーター攻めていきたいところ。ここで中央行きましたね。そうですね、またトラップのプレーですね。インサイドのボールキャリーしました。22番、富士の高一郎選手、青山学院大学出身の選手、明日から2週間の台湾出張ですということで、台湾出張前にハードなゲームの展開でありますが、さあセカンドダウン3、ファースト更新まで残り3ヤード。わあ、これはどうだ。13番わずかにファーストには及びませんでした。13番金子英介選手へのパス、タックルしました。ブルズフットボールクラブ3番筑西流星選手、本日の注目選手の一人、大東文化大学出身の選手。サードダウンは現在負傷者のためのレフリータイムアウトが取られております。足がつったようですね。かなりグラウンドも冷え込んできましたので。そうですよね、この夏場冬場ともに結構つるリスクって高いですよね。冷えてきて急にっていう。そうですね。さあ中視聴者もね、もう170人を超えてきて、やっぱりこのね、ブリズさんとしては落とせないゲームということもあって、ちょっと自分の足で戻ることは叶いませんでした。もしかしたら足がつったと思っても肉離れとかの可能性もあるので、ハリケーンズ77番沖山選手はディフェンスライン登録ですけども、オフェンスラインに出てますね。おじさんですが一生懸命頑張りますというのを言っていただいております。沖山選手、左のタックルの選手なんですけれども、はい、右手をついてセットしてるんですよ。基本的にタックルの人って外の手をついてセットするんですけれども、内側の手をついてセットしてるのにちょっと気になっていましたね。へー、39歳の日本体育大学出身の選手。さあここは確実に取りに行く。ボールをキャリーしました。33番小川敦弘選手、東京都市大学出身の選手。さあジェッツ京さんからは47、小倉選手ファイトというようなコメント入っております。ブルズの選手ですかね。今のブルズの22番筒井選手、まあ、ハーフダウンは取られてしまったんですけど、よく取れましたね。水選手はセーフティーなんですね。上がってきたってことなんですね、先ほどのプレー。さあ、ちょっとコミュニケーションが合わなかったか、赤崎選手と岩崎選手の間で何かちょっとコミュニケーションが合わなかったか。さあセカンドダウン点、かなり時間も使えているので、うん、ここでハリケーンさんが得点をするとかなり大きいですね。さあこのランニングバックを2人置く、ゲンスの体型モーション入る、フェイクで赤崎選手持って
ちょっといいね、よく飛びました、パスタッチしました。本日は34番を打って、川瀬春樹選手、名古屋サイクロンズにモニター選手です。さあファーサーを更新、サボロン敵陣32ヤードからファーサーの点が攻撃、敵陣の32ヤード地点からのファーサーハリケーンズ仕掛けてきますね。ちょっとやっぱりね、これフィールドゴールじゃなくてタッチアンに結びつけたいところでありますが、さあ今度は中央に持たせていく5番神山健太選手、ハリケーンズリードブロック入っていたのは58番の片桐選手でしたね。東北学院大学出身の選手、DL から OL になりました。いいブロックしてチームの勝利に貢献しますと。結構 DL からオフェンスラインのコンバート多いんですね、ハリケーンさん。そうですね。さあセカンドアンシックス、さあスタンダードなショットガンフォーメーション2バイ2、今度は21番中村浩介選手にボールを持たせる、まくっていく、あーユロ出ましたね。あれあのタイミングでユロは何ですか、ロシトシ大体ヒットかもしれない。あーこれちょっとレイトヒット取られると痛いですよね。そうですね、ここでの反則はかなり痛いですね。そうか、サイドライン終わってからぶつかってしまったということもありえますので、まあ故意ではなくてね、あの勢い余ってっていうところもあるかと思いますが、ちょっとこれレイトヒットだと、そうですね、ここからの距離でレイトヒット取られるのはしんどいですが、あパーソナルファール、あフェイスマスクですね、あフェイスマスク、そうか、タックルの時に引っかかってしまったんでしょうね。これはどうだ、距離的にはハーフディスタンスになるんですか。フェイスマスクの反則がありました。ボールヒットの地点からゴールまでの半分の距離で、ハーフディスタンスですね。11ヤードからファースト3点の攻撃、いやーこれハリケーンズさんはいいポジション、ただ時間がまだ8分残ってるのであんまり、まあもちろんね得点取りたいことには変わりはないですが、ハリケーンズは敵陣の12回の試合からのパスターです。さあ33番小川選手、ファーストタックルでは倒れない、星大学出身の選手、小川敦弘選手は27歳の出身で、いやブルズさんがどんどん前の方に人を集めてきて、ストップをかなり仕掛けてるんですけれども、ハリケーンズさんのオフェンスラインしっかり処理できていますね。オフェンスラインのブロッカー全員がしっかり処理できていると思います。さあセカンドダウン3、エンドゾーンまでは4ヤード、さあここ5番神山選手が抜けていった、タッチだー、さあハリケーンズが再び逆転になりました。いやー大きいですねこの逆転、神山健太4ヤードのタッチダウンです。あ、イエロー出ました。ん？あれ？何のイエローですか？このタイミングちょっとわからない。12人いたんですかね。わからないですね。ああ増田選手のアンスポーツマンライクコンダクトですね、まあ、ヘルメットも脱げてちょっと熱くなりすぎたんですかね、まあ、あのリードを許してしまった展開なのでなおさらこうね
ちょっと気持ち入ってしまったんだと思うんですが、アンスポーツマンライクコンダクトの反則がありました。この反則の施行は次のキックオフでございます。次のキックオフで施行なんですね。これ痛いですよね、15ヤード。そうですね、かなり痛いですね。キックオフの15ヤードなんで、もしかしたらタッチバックになって25に戻るかもしれないんですけど、まあ、転がしていけばまた話が変わってきますよね。そうですね、ちょっとハリケーンズがさっきからメンバーチェックがバタついてるのは少し心配ですが、そうですね、フィールドボールの位置かなり大きいので、まあ、しっかり決めてほしいですね。ここしっかり決めてきました。ナイスキック。さあ、ご覧の通り現在ブルーズフットボールクラブ14点、ハリケーンズ21点でハリケーンズが逆転しております。さあ、平木さんから小川神剣いいぞということでね、東京都市大学コンビが小川選手が前に持っていって、で最後神山選手がタッチダウンを取りました。そして15ヤード前でってことは50ヤードからですね。いやー、これちょっと転がして無理にでも相手にリターンさせたいですよね。そうですね、タッチバックになってしまうと必ず25ヤードからなってしまうので、さあ、リターンは2リターン、あ、ブルーズさん新しいリターンが奥入ってきましたね。25番は竹澤宇津木選手ですね。まあ、ランニングバックとしてはね、ずっと出てましたが、リターナーとして出てきました。ああ、もう蹴り込んでいきましたね。ああ、すごい。さあ、ゴールポストの間を通りました。まあ、もう25ヤードでいいという判断だな。まあ、下手にリターンさせるよりはというところですけどね。この距離のキックオフの練習って普段しないので、無理にしないということが狙いでしょうね。ハリケーンズのキックオフはタッチバックとなりました。ブルーズフットボールクラブ25ヤードからのファーストダウンです。さあ、25ヤードからファーストダウン点、まあ、ただ時間はまだ7分15秒と12分に時間があるので、そうですね、まあ、先ほどからちょっと反則が増えているのだけが心配で、そうですね、はい、まあ、プレーはコンスタントに出ていたので、まあ、ここはしっかり落ち着いて冷静にプレーをするのがいいのかなと思いますね。あ、ちょっとどうだ、さあ、ここはランフェイク、プレーアクションでスイングで出したようなパス、なぜか80番でした。80番大西優斗選手、東洋大学出身の選手、10月24日が誕生日の大西選手。8ヤード前進しましてセカンドダウン2、またディレイで、これを捕まえるか。パスは更新しております。ボルカリしました。13番の吉田ひろや選手、本日が復帰戦。タックルしました。7番のクラース選手ですね。前ほどすれ違いましたね。さあ、ブルーズはこのまま時間を使って、まあ、タッチアウトって2ポイントを狙いに行くというのも一つの手段でありますが、ハリケーン頑張れ。さあ、ここは再び13番吉田選手が持っていく。ゴヤードほど前進しています。いいですね、ランもパスもこのままのリズムでどんどん進めていくといいですね。
2x2 ショットガンの 2x2 を取るのはブルズフットボールクラブ。パスターレット落ち着いて探してフリーで空いていた。パスを通してパスが更新しています。パスを通したのは9番パスタッチしましたの10番ですね、小林雄一選手、東洋大学出身22歳の新人選手。さあファースト3点、ちょうど真ん中50ヤード地点よりファースト3点の攻撃。さあ0番桜井選手からパスが投じられています。キャッチしました、再び10番小林雄一選手。6ヤード前進しましてセカンドダウン4。さあアスカさん、お兄さんがねいらっしゃいますが、ブルーズ頑張れと。さあブルーズはなんとか追いつきたい。ヒロさんからハリケーンズレッツゴーと。もう間もなくね、視聴者が200人を超えようというところになってまいりましたが、さあスタンドを囲う I フォーメーション。ここは35番江原選手に持たせていくか。3ヤード前進しまして、残り2ヤードですね。サウナ2、ここハリケーンズ止めてしまうと大きいですよね。そうですね、ここ止めるとハリケーンズの勝利がかなり大きくなってきますので。ただブルーズとしてはここまでランも確実に、やはりランでいく、漏れているが前に倒れていく。ファーストダウン更新です。ボールをキャリーしました28番ですね、28番川島光平選手、東京国際大学出身25歳の選手。必ず X1 に昇格しますと言っています。もうブルーズ選手も必死、ブルーズの選手も必死に足をかけますね。まあ、ちょっとハリケーンズのディフェンスがかなり引き気味になりすぎてますよね。で手前のパスが、さあまたこうリレードロープレーで入ったが、ここは中央付近詰まっていました。28番川島選手でした。ハリケーンズのディフェンスがナイスでしたね。今のはハリケーンズディフェンスタックルしました11番でした。ドーム高幸選手、文教大学出身35歳の選手。さあセカンドランナー、さあ時間がもう間もなく2ミニッツに入ろうという時間帯になってまいりました。そうですね、まあ、少し早めに点を取りたいところであります。さあゲットさん、スクォーターバック自らキープ。0番桜井選手が、パーソンを更新しました。さあ時間が流れてますので、フィールドゴールでは追いつけない。ちょっとハリケーンズディフェンスが噛み合わなくなってきましたね。13も出てきた、頑張れと。ラスターゲット探す、これがちょっと先ほどからずっと決まってるので、いやハリケーンズディフェンス先ほどと同じ体型でやればいいんですけども、天に下がりすぎてますね。さあ1分33秒、敵陣15ヤードからファースト3点の攻撃。さあフェイク、よく抜けてきたが、これタックルかわされたか。バウンドで止まりました、ね、パスタッチしました、80番大西優斗選手でした。ピクルスさんから、長山哲平頑張れと。
あ、タイムアウト取りましたね。ブルーズさすがに。そうですね、残り1分10秒11分ぐらいですかね。ずっと長いドライブしてきたので、オフェンス選手の息も上がってると思うので。確かにかなり長いドライブですね、25ヤード。そうですね、ちょっとハリケーンズもこのタイムアウトをうまく活用したいですね、ディフェンスとしては。そうですね、今までずっとずるずる取られてたので、しっかりここで流れを変えるということが。残り1分10秒差、どうなるんですかね。60ヤードのドライブをここまでしてきたわけですが、さあブルーズはもう逆転を考える時間考えると2ミニッツ狙うしかないですね。 SSK さんありがとうございます。現場は寒いですが試合盛り上がってきましたね、ということでね、寒いっすね、我々も寒いなと。動いてる選手はねいいと思うんですけどね、我々ちょっともう足元からの風がね抜けてきまして、確かに盛り上がってきました。このタイムアウト明けが大きいプレーになると思いますね。まあハリケーンズとしては絶対に落とせないゲーム、もちろんブルーズからしても確実に昇格するタッピングは落とせません。アイフォーメーションで来る、アイフォーメーションにしておいてコーナーバックを1対1にするという狙いもありますが、35番江原選手に持たせていく。あ、すぐ止めましたか。そうですね、すぐ止めましたね。あ、タイムアウトも取りましたね。さあ2回目のチームタイムアウトを取ったのはブルーズフットボールクラブ。フィールドゴールでは無理なので、あと2回オフェンスがあるということなので、まあ、タイムアウトも時間も考えていると、まあ、別に何でもありなのかなというふうには思いますね。まあ、ファさんの更新もなきにしもというところでありますので、はい、まあ、しっかりランでくるのか、それともパスでもう狙いに行くのか。さあ怪我なく頑張ってほしいと。そうですね、いや本当に怪我なく、ファーストダウン獲得までは3ヤード、エンドゾーンまでは8ヤード。さあエンドゾーンまでは8ヤード、サードダウン3。アイフォーメーションで来る、なんで行くんですか。あーパスで行くが、どうだ、取ったか、あ、出たか。いやー、足残ったかのように見えました。いや、18番坂本選手のパスは不成功、フォースダウン。でももうギャンブルするしかないですよね。そうですね、時間止まってますし、せめてファーストダウンは取りたいですね。まあ、ファーストダウン取ってすぐにタイムアウトするぐらいの。なんでいけ、あーこれは止められると、タックルしました。ハリケーンズ66番でしたね、ホッチジョージ選手、日本大学出身の選手。これだけは言わせてください、この後仕事ですと、ホッチ選手から。ただホッチ選手が素晴らしい仕事をしました。これで勝負はほぼ。そうですね、まあブルーズさんはあと1回かチームタイムアウト、
こっからもリケーツは時間持ちますので、パスの点ゴー、ハリケーン、ビクトリーフォーメーションですね。ビクトリーフォーメーション入りましたね。まっすぐ止めますよね、きっと。ああ、もう2段もわざと赤崎選手を遅らせます。ああ、もうブルーズも取らないか。まあ、そうですよね、ちょっとタイムアウト。いやー、これはブルーズさん、痛い敗戦になりました。もうワンプレーしないといけないですね。40ワンプレー2ダウンでいきますね。サーブダウン。さあハリケーンズがこの勝負どころ取りました。春のリベンジを果たしました。さあ、ブルーズフットボールクラブの、まずはね、敗れてしまいましたブルーズフットボールクラブ。少し昇格レースから交代してしまいましたが、キャプテン増田選手、そして51番前場選手、いやナイスゲームでしたね。いやそうですね、本当にどちらが勝ってもおかしくないような試合内容で、タイムオーバーであったり反則だったりそういうところで少し差がついてしまったのかなというところ。そうですね、まあ、反則の回数だけでいうとやっぱりちょっとややブルーズさんの方が多かったのかなというところですね。特に第2クォーターの終盤あたりから増えてきたような印象ですが、さあそしてこのゲーム勝ち切りました。さあキャプテン赤崎選手が左端ですね、マイクを持ちます。本日は夜遅い中お集まりいただき応援いただきありがとうございました。さあ勝利しましたハリケーンズでした。はい、皆さんありがとうございます。チャットはね、赤崎選手のタッチダウン最高でした、配信お疲れ様でしたと。お疲れ様でした。アメフトのルールが全然わからない中、解説のおかげで楽しく見ることができました。ありがとうございますというのでね、コメントありがとうございました。皆さんね、長い時間長時間にわたりありがとうございました。さあそしてヤマピー、久々の、はい、ね、あの実況解説で、まあ、普段は、ね、IBM ビッグブルーで選手なのでなかなか、配信に出ることができないですけども、いかがでしたか。いや、めちゃめちゃいい試合でしたね。で、ほんまに、言わせていただいたんですけども、どっちが勝つか分からない試合で、で、アルゼンチンさんが春の下克上を果たすということで、しっかり気持ちのこもったプレーを見せてくれたのかなというふうに思いました。はい、さあハリケーンズにもこれで昇格の可能性がまだまだ残りました。
そしてブルーズフットボールクラブはここからもう一歩も落とすことができません。さあ両チームがここからどういったゲーム展開持っていけるのか非常に注目の X イーストになってまいりました。そして月曜からアメフトといたしましたら、今後の配信ですね、まずはちょっと、期間28日ですね、来週になりますが1時30分より茨城セイバーズ対横浜ハーバース、セイバーズはね前節、少しね自分たちのホームフィールドである、茨城鉾田の総合運動公園の方で、クレーンズに敗れてしまいましたが、そこから気になるかというところですね。そして、29日翌、4時からは、下町ゴリラ伝えオックス川崎 FC で、さらにその先は11月3日から1時キックオフで、ウォリアーズ対ソニーソリッドステイト、その後のですねブルーサンダースの試合も、予定しております。ブルーサンダースはバーバリアンかなの、試合配信も予定しておりますので、ぜひそちらもご視聴いただければと思います。また月曜からアメフトとしてはですね、関西高校アメリカンフットボールの全国大会を月曜からアメフトの YouTube チャンネルでも配信しておりますので、またそちらもご視聴いただけますと幸いです。皆様、長時間にわたり、ご視聴いただきありがとうございました。実況は私月曜からアメフトのパーニーと、解説はヤロビーでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。では失礼いたします。